新庄監督、郡司裕也は完璧、大絶賛の模様。郡司は23日のイースタン、リーグ DeNA 戦で4打数2安打、新庄監督は沢浜口から放った2本の右前打を映像で確認し、左投手に対してあの打撃は完璧、流そう流そうという意識がない方が好きなんですよ、1本目と2本目が全く同じ打ち方、良いヒットでしたね、と語った。早期の一軍抜擢も視野に入れており、新庄監督はできれば山本くんと一緒に当ててあげたい、チャンスを与えることがモチベーションにつながるからと説明。郡司と同じく中日から加入した山本投手とも同時昇格、そしてバッテリー同時起用を思い描いていた。新庄監督は若手の起用に躊躇がないからいいな、立浪は若手の積極起用と言われる割に最初の使い出しは案外遅い。3連続三振でデビューした松山も一軍昇格から初登板まで2週間近くかかったからな。郡司はドラゴンズ首脳陣を見返してやれ、中日を出る喜び、中日はめちゃくちゃだよ、新庄監督なら大丈夫、中日では一軍に上げても1打席のチャンスではやる気も出ないわな、お気に入り選手以外はチャンスも与えない立浪和義、和義は指導者としても来世では浮かばれるといいね。立浪、お前ちょっとは見習えよ。